するしない？それでは今回の匠見ていきましょう。それでは何2曲、皆さん手配を開けてください。何2曲は神茶の親ですね。石田さんはなん茶、ドラはトン。今回の手はあのハイパイで、はい、偶数杯、タイヤオハイが多いハイパイなんですけど、うん、2と8が目立つんですよ、孤立で。はい、多いですね。これ良くない ね、よ、1個、うん、2個、3個、4個、5個、うん、もう2、8の孤立があるっていうのはダメなんですよ。ダメなんだけど、この親が169で僕が89なんで、はい、どうしてもこの親に連チャンはしてほしくない。うんうん、やっぱりこの着順の差が M リーグの場合大きいので、2万点違いますから、なんとかここはひっくり返した形を取りたい、うんうん、最終的にね。そのためにはここで連チャンされてしまうと、今8000点差がどんどん離れていってしまう、うん、それはまずいなっていう思いでこの初ですから、はい、仕掛けてってうまく間に合いそうならスピード的に、うん、これで高くないんで、現状はね、速さが必要なんですよ、うんうん、仕掛けた時は、はい、でも速さがない現状はそうですね。だから動けない現状は。じゃあ出てもまだ初泣けないってことですね。2枚目出ても泣けない。がむしゃらにっていう打ち方は次親なんで危険。やっぱり次親は僕の考えでは放銃したり、うん、振り込んだり仕掛け倒れしたりして迎えるのは嫌だ。あとリーチの空振りもちょっと嫌だなって思うんで、精度、上がりへの精度が満たされない限りは攻められないなって。最悪は小型2人にどっちか上がってもらう分には仕方ないなって。8000点の差、8000点以内の差で次の親を迎えられるのはまあまあよしかなって。順位の意識はあるものの、はい、今のこの手の形材料だと動いてはいかない。しかもこのサブローちゃんと数値なんでダメな両面なんですよダメな両面っていうのはこうなかなか端に寄ってないんで上がりづらいってことですよね。もつれた時に負けやすいんですよ。だからこれこの8万とかこの2万とかパーソーに7とか3がくっついてきてくれればスピード感が出るんで動ける。何巡目ぐらいまでにそのまとめ60目やっぱりこの1列目が終わるまでに、序盤終了するまでにその最後の方向性が決まらないならば、うもう泣けない。じゃあ出てこない方がいいんだ最初は、うん、出るなよ。そうですね。あ、なるほど、出るなよ。それでいきましょう。さあ第1つもは今の熱く語ったの何だったの初アコンだった。これはもう頑張ってもいいってことですね。これは一応ジャントとポン材、はい、こういうのがアンコになったらポンポンっていけるのが一番いいんで、例えばイーソー重なって8万重なったり2万重なったりすればポポンとこう、うんうん、うまくいくんで一応パーピンから。へー、イーソーから切らない方が、面前で行く場合はイーソーから切るんですけど、はい、面前で行く気がないんで動いていくんで、動きやすい牌を残す。動きならば動く牌を重ねたい、動きやすい牌を重ねたいっていう気持ちが強いですね。すごいですね。面前と泣きで第1位だから変わってくるんですね。はい、はい、はいはい。これは余計なものね。ダブなんですね、重なれば。ピンズ、ソーズ、4組作んなきゃいけないんで、オーソドックスに行けばマンズ、うん。だけどこれポンができるような形になれば締めたもんなんで、はい、急走がもう2枚出てますから、はい、ここは伸びても悪い町になるんでパーソー切る。88と並べていきました。パパパパーだ。次のパーですか？次のパーだな。可能性ありますよ。ありますからね、手配に。今回は動いていけるように、この切り順にしている。そうですね。で、ほぼほぼ何は来ないと思うんで、はい、次、両面系が増えたら何切ると思いますね。どこかにくっつけば。どうだ？あー、痛い！パパパーでね、パパパーになりましたね。パパパ違いですけど。こういうね、薬杯がんこの手は、はい、1289の統一かぶりが痛いんですよ。今じゃないですか。ほんと、今でしょ。痛い。早くもうちょっと、
チクッと刺されたよ。このパーピンの統一を両ピンで取り返そうかな。お、E ピン場に2枚切れ、数ピンが1枚見えている。リャンピアも山には残っていそうということでしょうか。まあもう最悪でしょう。あー、ベンチ1の受け入れができましたね。残すんですか？あ、ウー1なんですか？赤入りのルールで。チー1あ、チー1も動くと、ええ。なるほど。それぐらいこの初のアンコは、味方としてはかなり心強い。まあ何かあっても結局初打てるっていうね。うん、そう最悪ね。3枚あるのが。感謝ダメよ。今出ましたけど。なかなかね、あれだけこう守備もいろいろ考えて仕掛けないって言ってたのに。どうだ？ウーワン切ってます。これは切るんですね。一応カウンサンワンの形、残さない。今ね、心残りは、はい、ローソチーだったかな。え？あれですか？ね、2枚目なんで、サブローソ。親が酸素ローソって手から出してくるってことは結構進行してるんで、はい、こっちも合わせといた方が良かったかなって。あー、なるほど、ええ。じゃあもう次出た時には。あ、引いてきたよかったね。なんかこう、あれですね、ネックなとこから泣くのかと思ったら、両面も候補にあったんですね。じゃあスピードを合わせるっていう意味でね。しっかりこう、周りの速度感、体感してるんですね。で、酸素ローソを切った後に吐く手出しなんで、はい、うん、薬杯トンか白持ってる可能性は結構、はい、はい、あれ、これは下手。いやー、三番先に来て一つ。ペンちゃん先切れよ。ペン調子食ってしまった。ああ、もう絶望的だな。でもチーム待ちはなんか良くなってきましたけどね。イーシャンテンになってたはずなのに、出てきた、はい、もうダメですねこれ。己の選んだ選択で、こういうねダメな人は、はい、選択ミスしちゃダメなんですよ。もうパーピンで一回やってて、はい、次このカンサンマンでやってますから、ウーワン切らなきゃサブローワンっていう両面でね、はい、うまくいってたのに、うん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 、お？でもまだ頑張れってそんな風に感じるんですけど、何が出てきましたね。神ちゃん合わせました。狙い通り、統一の候補は、イーソーとリャンピンというふうに残してて。はい。これ数値ピンから埋まったらリーチですね、短期で。どっちがいいですか？まあ、リャンピンの方がいいんじゃないですか。リャンピンの方がいい。はい。はあ、横に伸びた、ノベタの形も最終候補がある。急走が早いんで、チーソーも悪くないんで。はい。嘘2枚見え。じゃあイーソーって言いましょうか。おお。リーチ打てそうになってきましたね。だんだんなってきましたね。打つ気はあるんですもんね、ね今はね。もともとネックは仕掛けていったりと思っていたのに。どっちか残ってるんで、マンズは。親が来たぞ、トンギリリーチ。これ、ドラですね、トンはね。自敗結構手出しで最後、パパパッと出てきたか。まずいね。まずいですね。リャンピンは、もうだけどこれはもう勝負なんで。ありますね。全部行くんで。戦いますか。はい。母親のリーチを受けています。もう一発はないが、テンパ入るか。もう一度引いた G1。さらっとやはり攻めると決めたら。攻めるしかないんだよ、これ。うんうんうん。親の当たり牌の本命のところってどこら辺になるんですかね。わかんないですね、このカード。これね、わかりにくいですよね。ローソーは現物、ローソーが自分から3枚見えになった。でもチーソーが微妙ですもんね、まあ、いやー通ると思いますけど、比較的だから安全なのはリャンピンが重なってくれればいいんですよね。リーチ打つならどこで打ちます、ね、いや数値そうでしょ、もうこうなったらノベターン、リャンワン3枚見え、 E1 ワンチャンス。でもこういうところはいいですね、どうこうじゃなく。どうこうじゃない、勝負なんで。攻めるところを攻めているといった。勝負なのに引かないって、このもう。じれったいイーシャンテン、残り10目が少なくなってきた。どこまでいけるか。泣いて、いきます、スッチービン出たら。泣かない。チーソー取った。いや、どうしたの？引けない。下交渉が引けない。チーソー場に出ないで。現物で出なければ山にあるんで。あ、合わせては来ていない。ポンだ。
余計な仕掛け入れるなよ。下茶が動いてダチーさん。あ、地図に出たからもうダメですね。見えちゃった。これだったらもう数十ピンチーします。で、動いたんで。両ピンですか、そしたら。両ピン短期で。ですが、泣けるようなハイもまだ出てこない。こんなツモ。どうしたの。いやー、引けないですね。親に入って回すなよなぁ。このまま行くとそうですね、この次。どうだ、ローアンも、あ、泣けたぞ、これは通風路目しぶとい男だなぁ。そして何が出てきました、背景ずれましたね。これで、数値層が頭になってもテンパイ取らないですよ。あ、もう、ツモがないんで。ヤンピンを打ち出すことはないと。はい。食べてテンパイだけでもいただきたい。お、来た。よかった。ギリギリの男。ナイスポン。いろいろ言ったが最後はありがとう。流局。さあ、今回は、なんと全員テンパイでした。よかった、一人で払うとこだった。いやー、今、ギリギリでしたね。このさ、リャンピンがね、来ないの。山に2枚、ワンパイにいて。ねえ、山読みはバッチシですけれども。腹立つねー。ここですね、リャンピン。スーチーソーも来なかったし。スーチーソーもそうですね。悔しい。さあ、今回全員テンパイ。親もビーチに来ましたね。これ皮肉だよね。リャンマンから来てるところが皮肉だよね。これさ。うわぁ、なるほど。リャンマンがもう2枚出てるから、こう来ると3個なんだ。どうはいかないもんね。さあ、今回は、全員テンパイということで、1000点も増えませんでした。いいんじゃないですか？あ、この曲の、どっからイシャンテンだったかっていうと、ここら辺からイシャンテンだったんだもんね。何切ってからね。頭のない。そうですね。それがこうですから。ダメだな、まだ。でも、時間が稼げたんで。それは何かプラスに。連チャンしてくれたんで。あ、なるほど。曲数が消化されなかった。運は時間によってこう戻ってくるんだ。それ誰に戻ってくるんですか？僕に。僕に。本当ですか、はい、じゃあ、上がり調子いいですか、はい、これから上がってきますよ。まあ、正直ここまでテンパイさえもこうギリギリのとこあったんで。これ一人脳天だったら、はい、さよなら。お帰りになられるとこだった。よかったです、はい、いらっしゃってくださって。はいはい、さあ、ではこのね、親の。ここ、次。なんか来る。リーチがね、流れて、なんちゃがもう一回ありますからね。なんか来る。はい。楽しみにしています。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。